事実のセンジブリーズインスタントヌードルベジタブルフレーバー、揚げ麺に粉末スープがついています。今回は電子レンジを使います。1分半加熱してから取り出しかき混ぜ、さらに1分半加熱します。麺は細めです。茹でて調理した時はもっとふっくらしていた気がします。香りはあまり食欲を誘うものではありません。スープはみんな麺に吸収されています。単調というか薄い味で、化学調味料主体の旨味にカレーのような香りがほのかに漂います。刺激はなく、はっきりしない味です。日本のラーメンとはかなり違いますが、これがイギリスの味なんでしょう。